はい、どうも、サトチューンチャンネルです。あ、喉ガラガラだ。あ、風邪ひいちゃったね。はい。まあ、そんな中ですね、今日は、昨日はね、メインチャンネルの方で、ライブをやらせていただいて、途中で寝落ちするという失態を犯してしまいまして、申し訳ございません。本日もですね、2日連続でライブを、開催したいと思います。あ、もう声ひどいね、これ。だま、安静にしときゃいいんだけどね。はい。でもですね、今回はね、メインチャンネルではなくて、私、サブチャンネルもやってるんですよ。はい。サトチューンチャンネル2というね、セカンドチャンネルをやっておりまして、そちらでライブ配信をしようかなと思っております。僕のそのチャンネルのリンクは貼っておきますので、よろしければ、そちらから入っていただいてですね、さらによろしければね、このセカンドチャンネルの方も、チャンネル登録していただけますと幸いでございます。こちらのね、チャンネルは、昔ながらのサトチューンチャンネル。最近やっぱね、YouTube もお仕事になりまして、メインチャンネルの方はかなり、まあ、システマティックに変わっております。はい。ちょっとね、なんていうのかな、ざっくばらんに、なんかこう思ってることとかをさ、こう言う場がちょっと今ね、このメインチャンネルではなくなってしまったので、それがね、寂しいから、このサブチャンネルでは、まあ、昔ながらのね、これでやってんですよ。ユミデジ A3 っていう安い8000円のスマホ1個で、編集もせずに、もうそのままアップしてるだけっていう、まあそんな感じで、まあもっと気楽にね、YouTube をやろうかなと思って、セカンドチャンネルをやっております。まあ、このチャンネルはね、なんていうのかな、YouTube って、敷居が高いっていうイメージがないですか、皆さん。でもね、本当はね、もっとね、気楽にやってもいいもんなんですよ。んな装備なんか凝らなくてもね、なんか体裁整えなきゃいけないとか、それよりもね、発信して皆さんが持ってる個性っていうのをね、視聴者の皆さんに見てもらった方が全然いいと思うんだよね。まあもちろん凝る動画もね、もちろんいいんだけど、まあそれだけこう、なんていうのかな、ステップができない、挑戦できない、トライしにくいっていうところがあるんで、何でもかんでも体裁を整えなきゃできないと思ってたら、もう間違えてね、こんな感じでライトな感じで動画も YouTube できますから。という思いで、まあ皆さんにも YouTube チャレンジしてほしいなというところでね、やっております。で、まあ、プラスね、まあ、チャンネルをゼロから立ち上げて、まあ、登録者数1000人、そして4000時間の再生時間持っていくにはどうすればいいのかなっていうところを、まあ、僕は実体験でね、やってみて、あとは、まあ、これをどういうふうにしてやったのか、行った時にね、達成した時には、どんな感じでやったのかなっていうところを、また、皆さんとお話しできればなと思いますし、はい。まあそんなわけで今回のね、そのセカンドチャンネルでやる YouTube のライブのテーマは、まあセカンドチャンネルを作ってみて、どうだったかなっていうような感じのテーマでやりたいと思います。タイトルもうちょっと直すと思いますけど、そんな感じのイメージでやりますので。時間はですね、1月26日日曜日だね、本日夜、時間は9時か10時ぐらいまでにはやりたいなと思います。前回は途中で寝落ちするという失態を犯したので、今回はちゃんとね、ちょっと寝てやります。寝てからライブ配信開始します。はい。またね、前回みたいに楽しいライブにしようかなっていう。テーマは一応決めてるけどね、基本的に皆さん好き勝手コメント入れてください。もう、サブチャンネルでやることですからね。お気楽に、まあ、皆さんの近況報告とかでもいいしね、まあ、聞きたいことでもいいし、B ライフとかね、もうあとまあ YouTube とかインターネットで生きていきたいけど、どうしようかなみたいなところでもいいので、またコメントください。はい、よろしければね、この告知動画にも見たいなと思ったら、グッドボタン、暇だったら押してください。はい、あとサブチャンネルのチャンネル登録もよろしくお願いします。もう地道にやってますので、皆さんの応援が本当に動画を作る原動力となっておりますので、これからも応援よろしくお願いします。それじゃあね、本日夜9時か10時にまたお会いしましょう。さようなら。